旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人のジュミーです。今日は観光に行くならここに行こう、宮崎の人気グルメ15選をご紹介していきます。宮崎を訪れた際にはこれだけは食べておかないと後で後悔する食べ物やお土産など美味しいご当地グルメがたくさんあります。今回は食事としてのフードから南国のフルーツやスイーツまでを厳選してみました。食事ができるお店やスイーツなどの販売店も合わせて15選でご案内させていただきます。この動画で紹介されてないおすすめがありましたらぜひコメント欄でシェアしてくださいね。まず最初にご紹介するのは味の小倉本店。宮崎の皆さんがこよなく愛するメニューなのがチキン南蛮です。甘酢が染み込んだチキンに甘いタルタルソースというこの最強コラボが宮崎県民のソウルフード。美味しいチキン南蛮は立花通りから少し中に入った場所で営業している味の小倉本店で味わうことができます。地元の皆さんが支持する人気店。美味しいのは当たり前なのですが、さらにそのボリュームがすごいんです。こちらのチキン南蛮の基本はチキンをご飯にのせてタレ、タルタルソース、ご飯を一緒にいただきます。次にご紹介するのは丸満焼き鳥本店。宮崎地鶏も宮崎の料理には欠かせない食材です。そして宮崎において地鶏を食べるのならこのお店と言われるくらいに知られた名店が丸満焼き鳥本店です。地鶏の桃焼きはお酒と一緒に食べるのが一番美味しくいただける最強コラボ。まるで焦げてるかのような黒さが特徴。黒いのが当たり前の地鶏の炭火焼き、炭の風味と噛むほどに旨味が出てきます。美味しい地酒と一緒に美味しい地鶏で宮崎をご堪能ください。次にご紹介するのは宮地区ブランド牛肉。宮崎牛も宮崎で味わうべきグルメの一つですよね。全国的に圧倒的な知名度を誇るブランド牛です。その宮崎牛をいただくのなら宮崎市の東部に位置する宮地区がおすすめ。松林に囲まれた海岸近くに立つ宮崎牛の専門店です。全国的にレストラン事業を展開している宮地区、美味しい宮崎のブランド牛肉を提供しています。美味しい宮崎牛はやっぱりシンプルなステーキが一番。目の前で焼いてくれる鉄板焼きスタイルで堪能してください。次にご紹介するのは重の井。ご当地グルメは庶民の味の味。その代表格の一つが釜揚げうどんでしょう。宮崎で釜揚げうどんの名店として知られているのが重の井です。昔から巨人軍のキャンプの時期になると選手の皆さんが訪れるお店。たくさんの選手のサインが飾られていますので巨人ファンの方は必見です。長嶋監督のお気に入りでもあった重の井の釜揚げうどん。手打ちのうどんでもっちりとした食感です。汁に絡めて口に入れると甘辛い美味しさが広がります。次にご紹介するのは元祖肉巻き本舗宮崎本店。宮崎の人気グルメで忘れちゃいけないのが肉巻きおにぎり。宮崎の飲み屋街として知られた西立花通り、その通称西立で最もにぎわう一角にあるお店が元祖肉巻き本舗です。一見屋台風のテイクアウト専門店なのですが、とても有名な人気店。小腹が空いた時に熱々の肉巻きおにぎりにがぶりついた時の満足感、答えられません。包み紙に包まれているので一見ハンバーガー風、ファーストフード感覚で食べられるのが肉巻きおにぎりなんです。次にご紹介するのは豊漁丸。宮崎で支持されている食材はお肉だけではありません。漁場の宝庫でもある宮崎は海の幸もとても美味しいです。長い海岸線が続く宮崎には豊かな黒潮が様々な海の幸を運んできます。特に伊勢海老は限られた時期だけの旬の楽しみとなっています。毎年9月1日から解禁の伊勢海老、この時期の豊漁丸では豪快な漁師焼きを堪能できます。豊漁丸は地元の漁師さんのお店、取れたて新鮮な海鮮が格安で楽しめるんですよ。網の上で焼く新鮮な魚介、美味しくないはずがありません。次にご紹介するのは一平寿司。創業以来ずっと変わらぬ場所で営業しているのが一平寿司です。市役所前の通りをまっすぐ進んで途中の道を右に入ります。少々分かりにくいのですが、釜揚げうどんやチキン南蛮の名店が集まる地域に一平寿司はあります。
このお店の人気のメニューがレタス巻き。レタスのシャキシャキ感とエビのプリプリ感の融合がたまりません。レタス&エビとマヨネーズとの相性も抜群です。長年この場所で作り続ける伝統の味、中でもレタス巻きを食べに寄ってみてくださいね。次にご紹介するのはどんこ亭。椎茸といえばお隣の大分県が日本一の生産量を誇ることで有名ですが、宮崎も負けず劣らずの生産量第2位、県の特産品になっています。その椎茸の中でも丸くてふっくら肉厚のあるどんこは旨味もたっぷりの美味しさです。美味しいどんこが味わえるどんこ亭は宮崎の山中にある諸塚村にあるお店です。村の情報発信の拠点となっている椎茸の館21にあるレストランなんですよ。椎茸の牛丼は特産の椎茸と林間放牧牛を使ったオリジナルメニュー、その他椎茸のステーキも最高です。次にご紹介するのは内山金柑園。宮崎グルメの中には数多くの果物もあります。中でも金柑は全国の 60% 以上生産するという日本一の生産地でもあります。甘くてそのまま食べられる完熟金柑はまさに宮崎グルメ。16度以上の糖度と 2.8 センチ以上のサイズを誇ります。さらに糖度18度、サイズ 3.2 センチ以上の大玉をたまたまエクセレントと呼んで皮ごと食べても美味しいんですよ。内山金柑園の直売店に行くと安くて美味しい金柑が購入できます。次にご紹介するのは宮崎空港ウィング。日向夏はみかんの仲間なのですが、食べ方が少々変わっています。白い皮の部分に甘みがあり、果肉の方が酸っぱいのです。白い皮の部分がどれだけ残せるかで味わいが変わってくるんですよ。果肉と皮を一緒に残すようにカットしてお砂糖をまぶしていただきます。宮崎空港には日向夏を加工した商品がたくさん販売されています。搭乗口付近にある軽食コーナーでは日向夏ドリンクや日向夏ソフトも、特に香りがいい果物ですのでお菓子やジュースに加工しても甘みと酸味のバランスいい美味しさが楽しめます。次にご紹介するのはフルーツ大野。宮崎の果物といえばすぐに頭に浮かぶのがマンゴー。その中でも太陽の卵というブランド名が付けられているマンゴーは品位が青州以上で、階級が 2L 以上、そして糖度が15度以上という厳しく厳選されたものだけの称号です。昭和57年創業のフルーツ大野は日立近くの奥まった場所に位置する果物屋さんです。美味しい果物を食べてほしいという思いから新鮮なフルーツを使ったフルーツパーラーの営業を開始、その美味しさからあっという間に評判となった人気店です。次にご紹介するのは坂本くじら羊羹店。宮崎グルメのスイーツ編として最初にご紹介するのがくじら羊羹。あんに挟まれたもちもちの練り羊羹です。メインはもちろん羊羹なのですが、挟んでいるこしあんも田舎風のほっとする優しい甘さ。坂本くじら羊羹店は地元では有名な和菓子屋さんで、お客様の姿が途切れないほどの人気店なんですよ。売り切れ次第でその日は閉店となります。予約も OK なので事前に連絡してからお店に行った方がいいでしょう。次にご紹介するのはお菓子の日高。お菓子の日高は宮崎では誰でも知っている老舗の和菓子屋さん。洋菓子と和菓子のなんじゃこらシリーズが大人気なんですよ。お店の看板娘ならず名物の看板おばあちゃんも必見。宮崎の一番の大通り立花通りにあるお店です。お店に入るとお茶やお茶菓子が出てくるサービスぶり。デパートの物産展などでもよく見かけるのがなんじゃこら大福。粒あん、丸ごとのいちごと栗、クリームチーズが入った大福です。次にご紹介するのは井上白玉屋。白玉まんじゅうは宮崎県国富町本庄の銘菓うるち米から作られたつるっとしたおまんじゅうです。一見白玉団子に近い感じですね。実は白玉まんじゅうの歴史は古く、初めて登場したのが天保時代と言われています。国富町本庄には白玉まんじゅうのお店が数店ありますが、大体が午前中には売り切れ、朝早めに買いに行かないと手に入りません。中でも井上白玉屋の白玉まんじゅうは竹の皮に包まれて香りもよく人気の一品です。最後にご紹介するのはわらべ。宮崎の人気スイーツの一つがチーズまんじゅうです。
元祖となるお店に関しては諸説があって分からず、さらには店ごとに味わいも異なるので、どこのお店のも甲乙つけがたいです。お店によって使っているチーズも違いますし、そのため味も食感も別物のような、週皮においてもしっとりやパリッとなど様々です。その中でもわらべは宮崎市内で一番のチーズまんじゅうがいただけると評判、客室乗務員の口コミから広がったお店です。宮崎観光のお土産におすすめです。今回は観光に行くならここに行こう、宮崎の人気グルメ15選として、宮崎で人気のおすすめグルメをご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。食いしん坊が基本の宮崎県民、美味しいものが大好きなんです。だからこそたくさんの美味しい食べ物が宮崎県内にあるのです。宮崎に訪れた際は様々なご当地グルメを楽しんでくださいね。旅行の達人が運営する LINE アットに登録すると、お得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。